こちらに笛吹峠って書いてありますね。出てますね。でこちら笛吹峠は嵐山と鳩山町の境にある峠であるっていう。まあとりあえず、古戦場跡みたいですね。鎌倉街道か。へー、はいはいはい。さあじゃあとりあえずね、行ってみたいと思うんですが、ちょっと聞いた話なんですけどもね、まあここで犬の散歩してた方が、すげえ明かりいるらしいんですね。でその、散歩してる、犬がですねやけに吠えるんですよね。で、おかしいなって、なんだろうな、なんかちょっと稲川さん風に言ってみたんですけど、ちょっと似てないな。なんかおかしいな、なんだかな、やだな、やだなっていうのね。でその犬があまりにも吠えるもんで、まあちょっと吠える方向行ってみたようなんですね。したらまあ当時ねそれ朝だったらしいんですが、もやがかかってて、まあよくは見えなかったようなんですが、だん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 近づいていくうちに、そのなんていうかね、あ、なんか白いものが見えるな、ね、そんな感じで、でまだ犬が吠えてるので、さらに近づいてみたんですね。そうしましたらね、なんとですね、首を吊ってる方がいたということでね、それがですね、なんかこうちょうどぐちょぐちょになっちゃったんですけど、なんかぐちょぐちょじゃねえかよ、ここいいところでぐちょぐちょなってどうすんだよ。よし、まあ雨降った後ですからね。それがですね、道路から100メーターぐらいこの辺なんですよ。と静けさの中でこうカメラをこう回してみたんですが、どうですかね。今それっぽいものはまあもちろんないですけども、まあでも自殺の名所ということでね、もうちょっと行ってみましょうかね。あーなんかぐちょぐちょで足の裏に泥が、歩きずれ、でも砂利引いてありますよここ。これめっちゃ森だな、めっちゃ森だな、おい、うわこんな感じの森がずっと、こうどこまで続いてんだろう。なんか霧がいいとこで引っ返したいとは思うんですけれども、霧がいいとこってどこだよっていう感じなんですね。うわすげえなここ、うわあ月だ。
おお。どうですかね。ちょうど先あのぐちょぐちょなんで、この辺で引き返してみましょうかね。うん、もう一箇所ぐらい回ろうかなと思ってますんで、そうですね。確かにこれあれですね、夜来ると人いないし人気がないし、もしちょっとね自殺したいっていう人がいれば来てもわかんないよなこれ。あーで、まあ古戦場跡ということでね、あのその戦国時代のね、亡くなった方々が呼ぶんでしょうかね。おお、なんだこの石、なんか墓石っぽいけど違うか、呼ぶんでしょうかね。夜来たら雰囲気やばそうだ。そうなんですよ、今夜ですよ、今夜ですよ、雰囲気すごいですね。うわーで、ぐちょぐちょまた通るんか、ここぐちょ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 だな。うわで、ここ車で通るのかよ誰か、これ車の通った後だな、こんなぐちゃぐちゃのところ通るなよって文句べえ言ってんな。よっち、ああもう靴洗ったばっかりなのにと文句で、ああぐちょぐちょゾーンはなんとか抜けましたんで、さあでこんな感じですよね。笛吹峠って、はあでもこれはでもここやばいですね結構ね。何がやばいって、いやよくわかんないけどやばいっすよこれは。自殺するわ、だってこれ人気がこんだけないっつうことは、うわーこれあれだな、あまあこれがね、まあ、笛吹峠というところなんですが、まあ地元では本当ね有名なスポットらしいんですけども、帰ってきましたね。あんまり明るいまま歩ってると車来た時にね、これなんか車のライト並みなんで、ちょっとねあのハイビームじゃないかなって、あのパッシングされることがあったんで消しますけどね。笛吹峠、あーなるほどね。ちょっとこの東屋っていうか休憩所っていうか、これちょっと見てみましょうか。ちょっとこれ足の裏泥がべちょべちょが、ちょっと落とします。あで定番のトイレ、トイレでも撮影しちゃっていいのかな、盗撮とか言われないですよね、ライブ放送ですもんね、盗撮とか言われないよな。まあこの辺までにしときますか。で車の通りが結構あるんで、まあなんとも言えないですよね。なんだろう、こんなに通るとこだったんだ、うわー